皆さん、こんにちは、こんばんはなのだ。最大公約数から元の2つの数 A と B を推測する問題なのだ。問題をじっくり解いてみたい人は一時停止するのだ。カッコ1なのだ。最大公約数と最小公倍数から元の2つの数を推測するのだ。最大公約数を計算するときはすだれ算を使ったと思うのだ。最大公約数が9になるようにすだれ算を再現するとこうなるのだ。ちなみに地味に大事なんだけど、ここの2つの数は互いに素じゃないといけないのだ。後で大事になるから覚えておいてね。最小公倍数を計算するときはこのように L 字の形で書けるのだった。だから 9×A×B を計算すると216になるのだ。両方を9で割って A×B は24になるのだ。この式は2つの数をかけると24になるのはどんな数ですかと考えるのだ。ここで約数を求めるときにどのように考えたか思い出そう。24の約数は風に書き出すことができる。上下の2つの数をかけると24になるから、これが A と B になるのだ。ちなみに小さい方の数が A なのだ。ここで地味に大事な互いに素ということを思い出す。これは互いに素じゃないから、 A と B は1と24、3と8なのだ。元の数 A と B を計算するには元の A を9で割ったら A になったから 9×A をしてあげればよいのだ。 B も同じ。これに9をかけて9と216、これに9をかけて27と72ということで、この2組が答えなのだ。カッコ2なのだ。カッコ1と同じようにすだれ算を再現するのだ。 A と B は互いに素なのは地味に大事。ちなみに A と B は0じゃないのだ。カッコ2では元の数の A たす B が48になるものを探すのだ。カッコ1のラストで使ったこの関係を思い出そう。 A たす B はこんな風に書き換えられるのだ。 6×A たす 6B が48になるから、全部6で割ってA たす B は8ということがわかるのだ。 A と B は0じゃないから、A と B は1と7、2と6、3と5の組み合わせになるのだ。またここで地味に大事な互いに素ということを思い出すのだ。すると2と6の組み合わせはダメなのだ。したがって残った2つの組み合わせに6をかけて元の数 AB は6と42、18と30と分かったのだ。今回の問題はどうだったかな。すだれ算の仕組みを使ったのだ。互いに素は地味に大事だったのだ。覚えておいてほしいのだ。今回の動画はここまでなのだ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いするのだ。